駅周辺を映した航空写真。画像中央が縫い別駅、右方向が白抜駅方面、左方向が北新駅方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成縫い別駅は北海道白抜郡白抜長町チャル線にあった日本国有鉄道白抜線の駅である。 知らぬ河川の廃線に伴い1983年10月23日に廃駅となった。地名より、アイヌ語に由来するが、ニウンペイに由来する説、ヌイエペイに由来する説がある。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した。開業時からの無人駅で、駅舎はないが、ホーム南側の出入り口付近に、 待合室を有した。周囲は、落農地帯である、牧草地の一部になっている。また2011年時点では、駅跡の近くに、縫別川橋梁、第5茶路川橋梁、第6茶路川橋梁などが残存している。2015年3月29日、駅跡の北側に、道東自動車道の知らぬかインターチェンジが開通し、国道392号線と接続している。 ありがとうございます。